はい、皆さんお疲れ様です。今日は8月の15なんですけど、実は3週間ぐらい全然動画を撮ってなくて、試合やっとってんけど3週間ともで1ヶ月ぐらい撮ってないかな。で、撮ってなかった理由は自分の生活に集中したかったからです。で、忙しかった。普通になんか動画撮ろうみたいな発想にならなかったです。ってことで、まとめてないから、まず1ヶ月前からミシガンの、この前泊まったホストファミリーの家に1週間ステイさせてもらって、そこでトラビスポイントっていう毎試合やったとこで練習して、そっからミシガンのちょっと左に行ったとこ、左やから西、そう、西に行ったところにで試合がありました。バトルクリークっていうとこで、でそこはめっちゃコースが林間で狭くて、なんか日本みたいなコースで、いけるかもって思ったら、まさかのめっちゃ調子悪くて、ショットの調子が、どうしたらいいかわからんぐらい調子悪くて、頑張っとってんけど、割と1日目は悪いながら1オーバー2オーバーぐらいで頑張っとってんけど、2日目に途中でなんか頑張っとってんけどダメになって、まあ頑張っとってんけど、はい、はい、予選落ちました。はい、で次のコースがインディアナ、車で運転して4時間ぐらい5時間ぐらいのところのフレンチリックっていうめっちゃ田舎やねんけどのところであって、そしたらなんかすごいリンクスなんですよね。で、今まで回った人生で回ったコースの中でいっちゃ難しくて、距離も6800ぐらいあって、それでなんかめっちゃ洋芝で全くランしやんくて、1ヤードも転がらんくて、ドライバーで超トリッキーで、グリーンもめっちゃ小さくて、そのフェアウェイなんていうの、スローピーっていうんだけど、こうなっとってグリーンもこんな感じででやばくて、それでもう無理かもしれへんと思ってんけど、割となんか前半まずなんかスタート1日目したら、ホール目で3オーバーやって、マジで落ちって感じやったけど、なんかまあ耐えるコースっていうの分かっ、スコア出えへんって分かっとったから、とりあえず頑張って耐えてと思ったら、その日は11ホール回って1個バーディー取ってイエーイっていうところで、雷が来てサスペンデッドになって、しかもそれも12時ぐらいやって、私ラストのグループから1個前やって、めっちゃその日は朝スタートやったんですよね。で12時ぐらいやって、その時点でそっから5時間ぐらい待たされて、で待っとってんけど、結局もう雷がずっと来てるから無理ってなって、次の日に行って、次の日はすごいやばかってんけど、朝の7時半に残りの7ホールを消化して、そっから私たちのティータイムが、びっくりした、なんかいきなりなんか動いたから、私たちのティータイムが8時20分やって、やるのやばいじゃないですか。日本やったらありえへんけど、まあ、10時ぐらいまで明るいんですよ。で、どうしようみたいになって、その時なんかホテルから1時間ぐらいの、違う、ゴルフ場から1時間ぐらいのホテルに泊まっとったんですよね。だからやばーってなってたんですけど、その日はやっぱりちょっとまた遅れとったってことで、で、次、その7時半にスタートしようとしたら、次はめっちゃ霧が来たんですよ。で、1時間半ぐらいスタートホールで待って、その霧が止むの、霧がなくなるのを1時間ぐらい待ってってなって、スタートが遅れて、それで私たちのスタートは8時半から夜の9時半になって、結局無理やってなって次の日になりますってなって、その2日目は7ホールしか回ってなくて、で次の日に私は何ホール回った、あ、まず18回ってパーって回って、そしたら予選通過したんですよ。ちょ、危なかったんけどめっちゃ最後ちょバリ耐えて、もうほんまに頑張ったと思う。で頑張って予選通過して、悪いながら、そしたらちょっとだけ
30分ぐらい休憩して18ホール回って、めっちゃ暑いんですよ。もうほんま35度ぐらいで湿度 90% みたいな。で、紫外線やばくて、なんか焼けて、めっちゃ焼けてるじゃないですか。で、そっから、何ホール回ったんだっけ？だからよっしゃ、行きまーすって言って、12ホール回った時点で、また雷が来て、もうサスペンデッドですってなって、その日は30ホール回ったんですよね。それでもうその時点で、ホテル帰った時点で夜の10時ぐらいで、なんか、それやのに次の日の、7時半からまた残り20ホール4ラウンドやって、その時の試合がね、だから残り20ホールをやらなあかんってなって、私担いでたんですよ自分で。でこんなんやから、もうめっちゃしんどくて、しかももう洋芝やからめっちゃ足取られるんですよね。でもめっちゃしんどくて、でもなんかまあ別に疲れとった、疲れとったかもしれん。で次の日は朝の3時に起きて用意して、で行ってる途中に、めっちゃ暗すぎて、もう田舎やから全くライトもなくて暗すぎて、いつもと違う道で行ったら、交通事故に遭いかけた、単独事故しました。なんていう、あとちょっとで崖に落ちそうやって、でもそこが砂になっとって、雨降ってぬかるんどったから、こう写真載っけときます、タイヤがなんかで、あの砂にはまって止まってくれて、でもそっからタイヤが、砂場から抜けんくなって、危険やなと思って、もうそのレッカーとか呼んでってなって大変やったと思ったら、朝の5時やのにそこに人が、車が通ってきて、あのピックアップトラックみたいな、で助けてって言って、で助けてチェーン持っとって、その人が多分インディアナって雪降るからなんかチェーンとか多分積んどって、引き上げてくれて、引っ張ってもらってチェーンで、無事試合をできることになりました。で、いい感じで来とってんけど、前半は、後半めっちゃ打って、でダメでした。はい。で、今週、先週かな、先週はまず全然パター入らんかって、で初日は1オーバーぐらいで48ぐらいで、2日目またボギーパーパーボギーでスタートして3オーバーってなって、カット2オーバーって分かっとったから、マジやばいよ、また予選落ちるやんと思ってたけど、結構我慢強く頑張ったら、そっから4バーディー取れて20位ぐらいまで上がって、トップ10いけるんちゃうみたいな思ったんですけど、3日目あんま欲張らんとこうと思って、日曜日それで前半3バーディー取って5位ぐらいまで行って、よっしゃーって思ってたら、後半ボギーボギーボギーって打って、何してんねんってなって、そっか1個バーディー取ってんけどって感じで、またバックナインで崩れました。でトップ10に入れんかったですっていう悲しい、まあなんかそれが今の課題かな、なんかサンデーバックナインめっちゃ下手みたいなプロとして終わってんねんけどプロとしていっちゃん終わってるパターンです。サンデーバックナインでめっちゃ崩すっていうパターンですね、が今の課題かな。で、あと残り6試合あるんで、トップ10に入れるように頑張りますって感じで、今週は1週間オフで友達の家に泊まってて、で、次はアイダホ西海岸にやっと行きます。アイダホオレゴンに行ってって感じです。っていう簡単にまとめました。で、今回はインディアナのフレンチリックだけホテル泊まってんけど、あとはホストハウスで泊めさせてもらって、結構なんかホストファミリーとかといろいろ話したりとかしてって感じで、すごい充実してたんですよね。充実してました。で全然動画を撮ってなかったです。なんかホストファミリーとかと一緒におるから、なんかあんま一人の時間がなくて、しかももうなんかもうフレンチリックの週とか忙しすぎて、なんかもうそういう発想にならなかったですって感じで、でプロアマも結構最近なんかプロアマの選手に選ばれとって、めっちゃありがたいことやねんけど、私あんまり英語喋られへんから、結構それがね憂鬱やってんけど、いつもやる前はめっちゃ憂鬱やねんけど、やっぱりなんていう、うちがプロやからゲストの人に楽しんでもらいたいみたいな気持ちがあるんですよね。でそういうなんてやっぱコミュニケーション難しいから、なんかやっぱ友達と喋るのとは全然違うんだよ。同い年のそのゴルファーの
選手と喋るのとそのプロアマのお客さんと喋るのとはなんかやっぱ違うじゃないですか。日本でもなんかアメリカは分からんけどどういう文化なんか。だからすごいナーバスな感じやってんけど、いつもやり終わったらいつもいい人でやってよかったなって思います。で、1週間どっかでジュニアクリニックをやりました。ジュニアの子教えるやつで、全然ゴルフの単語が分からんくて全然教えれなかったから、2回絶対マストでやらなあかんくて、ルーキーやから、じゃないと罰金で。だからそれを今度オレゴンでやって、ちょっとゴルフの、あんまりゴルフのこと詳しくないっていうか、スイングの単語とか全然分からんくて、てか日本語でもあんま分からんくて、だからなんかちょっとやばいなってなって、ちょっと勉強してからまたジュニアクリニックやります。なんか私が先生で1人で、でジュニアの子8人ぐらいこう教えるんですよね。で子供やから、なんていう、大人の人と私が喋るときは、大人の人はあこの子あんま英語うまくないねんなみたいな分かって結構こうやってくれるねんけど、やっぱ子供って何も分からんから、えこいつマジ何言ってんのみたいな感じでは思ってないけど、ちょっとうちが言ってることとかやっぱ大人なんて、とりあえず難しい、なんか、うん、でもとりあえず頑張りますって感じで、残りの試合頑張っていきます。今週はオフやからちょっと練習してって感じでやっていこうかなって感じです。では久しぶりの動画やってんけど、ちょっとだけ動画撮ったからそれとか貼り付けてって感じにします。ではバイバイ。はい、今日は木曜日なんですけど、今週は全然動画を撮ってなかったんけど、とりあえずこれが今日の朝ごはんです。で今週はちょっとこんな感じで、友達とエアビーじゃない、ホストハウスをシェアしてて、ホストファミリーがいなくて、空き家みたいな別荘みたいな感じのとこを無料で貸してもらってますって感じで、こんな感じで3人で泊まってます。でははい、これが今週のコースです。今週のコースは私が回った中で一番難しくて、ちょっとアップダウンがすごくて担ぐのめっちゃしんどいです。まあでもとりあえず頑張ります。はい、今日の朝ごはんです。今日はこれを食べて、今日もプロアマなんで、プロアマに行ってきます。明日から大会です。はい、おはようございます。今日は木曜日で、明日から試合なんですけど、今はアイダホに来てます。で今週と来週は私の弟が、キャディに日本から来てくれてますなんか弟大学生なんですけど、夏休みなんでなんかアメリカ行ったことないって言っとって、初めてやから行ってみたいってことで弟が来てます。で、まずシアトルに日曜日に移動して、でそこから弟と待ち合わせしとったんやけど、弟が初めての海外で英語全然喋れなくないんで、もちろんで、荷物をシアトルでも終わりやのに国内線のところにドロップオフして、なぜかで荷物がロストになって、そういうの手続きですっごい大変やって、ちょっと前代未聞すぎてっていうのもあったけど、無事に昨日荷物も届いて、今は練習してやってます。で今週のコースはなんかずっと東海岸におったから、西海岸全然芝が違うくて、
なんか久しぶりに回って難しいと思う。グリーンとかバミューダで名があって結構難しいんですけど、とりあえず頑張ってきますって感じで、最近全然動画を撮ってなかったんですけど、すごい充実した日々を送ってて動画を撮ってなかったですって感じで、今はバスルームで喋ってるんですけど、弟が寝てるんで、ってことで今から練習に行って練習に行って、明日は午後スタートやから、今日午後練習して体をちょっと時間に慣らしてって感じでやっていきたいと思います。ではバイバイ。これが私の弟で、これが今週の練習場です。